森の音楽隊のハローワーク。皆さんこんにちは。森の音楽隊のハローワークのお時間です。人間はなんでお仕事をするのでしょう。生活のため、誰かを助けるため、自分の夢を実現するため。そもそも人間の世界にはどれだけの数のお仕事があるのでしょう。この番組では様々なお仕事を持ったゲストの方に、そんな素朴な疑問をぶつけ、人間にとってお仕事とは何かというテーマを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。皆さんこんにちは。森の音楽隊ボーカルの相川ゆりです。さあ、皆様いかがお過ごしでしょうか。だんだん暑くなってまいりました。今日はですね、学生時代に自分が何をやっていたのかなっていうのを思い返すことがあったんですよね。それで一つ思い出したことがあって、小学多分6年生ぐらいの時にこうタイムカプセルみたいのを作ったんですよ。でこういろんな質問を先生が考えて、それに答えているっていう手紙をタイムカプセルの中に入れるみたいな、そういう、まあタイムカプセルっていうか未来の自分への手紙みたいな、そういうやつをやったんですよね。でその時の私の答えで一つすごく覚えてるのがあって、もう一度学校に遊びに来たらどこに行きますか、学校の校舎の中でどこが一番好きですか、みたいな質問があったんですよね。でその質問に私は図書室って答えてたんですよ。でなんかその時、小学生の時そんなに本をたくさんめちゃくちゃ読んでる子ではなかったんですけど、まあ物語的なね、童話的な物語的な本が好きで、結構図書室に入り浸っていたなというのを思い出しながら、なんか今でもその質問の答えを覚えてるっていうのはよっぽど印象的だったんだなと思います。さあ、そんな小学校も今は閉鎖されまして亡くなってしまうのは悲しいですけどね。はい、そんな図書室ってことだったんですけども、今日のゲストもそんな図書室にまつわる方にお話をお伺いしました。どうぞ。森の音楽隊のハローワーク。お名前とお仕事を聞かせてください。はい、竹野谷智美です。図書館司書をやっています。はい、本日は図書館司書の竹野谷智美さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、図書館司書ということなんですけども、はい、みんなが憧れる職業だと思うんですよ。そうですかね。はい、なんか小さい頃だいたいなんか図書館司書っていう職業はこうやりたいことの中に出てきたなと思います。はい、そんな図書館司書の話を今日はじっくり聞きたいと思います。はい、はい、では最初の質問からいきたいと思います。はい、そのお仕事を選んだきっかけは何ですか。きっかけは本は好きでよく読んだり眺めたりしてるんですけど、はい、知り合いにですね、はい、ちょっとバイトに来てみないかと誘われたのがきっかけですね。はい、バイトですか。そうです。図書館司書ってすごいなんか私のイメージではかなり大変な仕事、つくのに大変な仕事だっていうイメージがあったんですけど、はい、近頃はですね、はい、自治体の、公務員さんがやっているのではなくて、どんどん民間の業者が入ってるんですね。はい、で、私がその誘われた時は、うん、
その公共図書館だったんですけれども、はい、そこの運営を NPO 法人が、やっていて、はい、あのカウンター業務をやっていて、はい、で知り合いがそこのそこで働いてたんですね、はいはい、で、ちょっと体制が変わって忙しくなるぞという時に、うん、まあ、あの以前接客をやってた人、はい、ということで、はいはいはい、ちょっとアルバイトをしに来ないかという声がかかりまして、じゃああれですね、市だけじゃなくて民間の企業が入ってそう人をあの運営を集めたりとか。そうなんですよ。そうなんですね、はい、資格とか。資格は私は持ってますけれども、はい、なくても業務はできる。あ、そうなんですね、はい、意外とあれですね、やろうと思ったら、意外とやろうと思ったらできる、はい、ただやっぱりその中でも本当にあの本を選んで購入したりとかっていうことになるとちょっと司書資格がないと厳しい面があるんですけれども、なるほどなるほど、あのカウンターで本当に貸し出し返却の対応だったりとか、うん、そういったことはあのなしでもアルバイトとかパートで回してるっていう現状が、はい、はい、そうなんですね、はい、それは知らなかったですね。そうですね、はいはいはい、でここ何15年ぐらいかなってだいぶあの流れが変わってきているので。うそうなんですね、はい、じゃあ意外ともしかしたらやりたいと思ってた方もできるかもしれない職業ですね。そうですね、はい、私割とそれで入った感じです、はいはい、興味でパッと入った感じで、はい、そうですそうです。なるほど、それは面白いですね。そうですね、はい、はい、というわけでそんなきっかけで入ったということなんですけども、このお仕事を選んでよかったなと思うことは何ですか？あまり心温まる話ではないですけどあの、まあ、自己満足みたいな感じで利用者さんが探してる本を、うん、まあ、こちらで探し当てて提供して喜んでもらえた時とか。なるほどなるほど。そうですね、あとはちょっとねやっぱりデリケートな問題とか、うん、あのまあ、ご病気のこととか、うんうんうん、ご家族のご病気のこととかを調べてる方とかに、うんうんうん、あのまあ、あの私たち相談に乗ることはできないんですけど、はい、あのこういった本がありますよって提供することができるので、はい、なるほど、はい、え、相談に乗ることはできないんですか？そうですね、あの、まあ、医師ではありませんし、はいはいはい、看護師ではないし、はい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 、病気の相談を受けても、はいはい、それを、ね、答えることはできないですけど、はいはいはい、なるほど。そう、変なこう制限があって、まあ、骨董の、うん、こう査定とかももちろんできないし、うん、なるほど、っていうのは一応ちゃんとねこう決め事で決まりがあるんですよ。それ面白い決まりですね、はい、あ、でも確かに本図書館ですから、そういろんな情報が詰まってる場所ですよね。情報を提供する場所、じゃあ相談には乗れないけどこういう本がありますよっていう提供はできる。そうですそうです、面白いですね。そうですね、はいはい、そのだってもし決まり事がなかったらものすごいもしあの自分は何でも知るみたいになっちゃう可能性がありますもんね。 ありますね、こうウィキペディア的な、まあ、そこまでね物知りになれたらそれはそれ で, そ う, ですよ、ね、そういう気になってもいいかなとか思いますけど、ね、面白いですよね、うん、ちょっと今数秒待ってください、ね、調べてきますね。そうですねなるほど、決まりがあって本は紹介できると、はい、でも確かにその難しい本を探している人にこれですかっていうのはちょっと満足感がありますね、うん、そうですね、うん、これじゃないですかとか、うん、逆にこう利用者さんが、はい、まあ、勘違いして、まあ、題名とか覚えていたりとか、勘違いした著者の方とかで、うん、この方のこういう本探してるんですけど、うんうんうん、いやこれはこっちの人のこの本じゃないかなみたいな時にちょっとおずおずと、はいはい、こちらではないでしょうかで、それがビンゴだったりするとかなりそれはかなりなんかメタリト的な、はい、そうですね、やったって感じですけど、そう面白いですねなんか今までこう難解な
その本はどうだろうっていうような要望というか相談でありました。要望というかちょうど今日ですね、うん、現代音楽家の加古隆さんの書いた、うんはい曲を今度歌うので、はい、その加古さんの情報とその曲の何かこう、ねはい、資料そう事前勉強をしたいからなんかないかっていう、はいはい、ちょっとそれはうまくね、はい、ちょっと本も出版されたものはちょっと見つからなかったりとか、うん、それすごいですね。それかなり人任せにしましたね。そうですね。いやそれは今日ちょっと ねうまくご提供ができなかったんですけど、そうなんですね、はい、それはいいですね。そんな相談もしていいんですね。逆にそうですね、結構聞いてみるもんですよ。本当ですね、はい、それだってかなり便利ですよね。そうですね、かなり便利ですね。そのためにいるという面もあるので、はい、もう質問ウェルカムで私たちすごい待ってます。なるほど。いやそれはかなりちょっとこれのあれ調べといてみたいなみたいな。ちょっと資料集めといてみたいな。ちょっと集めといてみたいな、はい、それすごいですね。うん、面白いですね。はい、ありがとうございます。実はそんな便利な、そうですね、はい、サービスがあるというです、はい。それではここで森の音楽隊の曲をお届けします。バクの歌。夢を食べるバクが食べ過ぎてほら悪い夢が今は多すぎて苦しくて寝てばかり。それを見てた猿はおかしくてあら人間にならなくてよかった。楽しくて飛び跳ねる。何も知らないタヌキが寝てたら寝たふりするなと狐に怒られた。怒られちゃった。夢を食べられた人は今日もほら寝不足の頭を抱えて走り回るネズミのように。それを見てたカラス飛びついてこなかったばかりのベーグル奪う追いかける力も のハローワーク。では次の質問いきたいと思います、はい、このお仕事を選んで苦労したなと思うことは何ですか。苦労したことはですね、はい、
まあ、要はですね、うん、あの接客業なんですよ、うんうんうんはい、もう6割7割、はいはい、そうですよね、はい、でやっぱりこうなかなかちょっと難しい利用者さんだとか、まあ、予約した本がなかなか来ないじゃないか、うん、一体いつ来るんだっていう、ね、あまあクレームを受けたりっていうことの対応ですね。そうですよね。そうですね。やっぱ接客業にはつきものですかね。まあ、つきものですね。本当それはもう共通の、はい、大変な面もありますよね。そうですね。やっぱりその無理難題でこれのこれ調べたいんだけどこの資料ないって言われるよりも、はい、きっとそういうクレームの方が心にはきますよ、ね、あーきますね、ね、うん、こう難解なものを解くっていうのはそんなに苦にならないじゃないですか。そうですね、仕事としては、うんうん、でもやっぱりこうね、なんかこうクレームを言われるとかっていうのは一番答えるだろうなって思います。そうですね、なかなかねこう、まあ、もちろんこちらもこう及ばない、ね、力が及ばなくて申し訳ないっていうところもあるけど、うん、なんかそれをねご説明するのも、うん、なかなか難しい時も、そうですよね、はい、そうですよね、うん、まあ自分のせいじゃない時もありますしねきっとそうです、ね、中間管理職的なあそういうのもありますね、こともありますし、はい、きっとね、まあ、うん、何かのまあ、うん、ねそういう方々も、ね、お店とかでね働いてる人とかも、うん、ねきっと ねそうですよね皆さんね、まあ、でも多分そういうお店とかの人よりももっとこう公共のものだっていうことに対して、うん、そうですね、なんか言いやすいんだろうなっていうのはありますよね。あそうですね、うん、確かに、うんうん、なんかこうお店だったらやっぱりあの資本なんか主義のこう利益がっていうことでやってるっていうのももともと分かってて見てるから、うん、公共のサービスってなるとなんか言うんだろうなって思いますよね。そうですね、うん、そういう、はい、そういう面ももしかしたらあるのかもしれないです。そうですね、ね、それを言いやすいって言ったら、うん、まあ変かもしれないですけど、うん、そういうこう何か言いたい人たちの、うん、その何かを聞くっていう役目もあるのかもしれないです。そうですね結構得意な時もありますけどね。あ素晴らしいですね。素晴らしいです。私すごく打たれ弱いのでそれ本当に学びたいですねそれ。いやでも最近そういうことが起こってもあこれは思い出作りかなって思うことに。なるほど、はい、思い出作り結構いい言葉ですよ。なるほど、思い出いただきましたみたいな、はい、いただきましたみたいな。あ、それはでも確かにいいかもしれないですね結構おすすめです。はい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 、ちょっと話のネタいただきましたみたいな。そうそうそうみたいなね。あ、なるほど、はい、それ前向きですそれいただきたいと思いますはい、では次の質問いきたいと思います。はい、ズバリ儲かりますか？儲かりませんすごいなんか優しい感じで言っていただきましたけど、はい、儲かりませんか？そうですね、うん、なかなかお給料には結びつきにくいんですけれども、うん、まあ、やっぱり本当に本が好き、図書館が好きで、うん、仕事をしている人が本当に多くて、うん、そうですよね、うんうん、なんか私の人生を振り返るとですね、はい、割と図書館好きなんですよ。あ、はい、うん、あのもう本当に小学校とかの時の図書室とか、うん、その近くの家の近くの図書館とか、うんうんうん、割と好きなんですよね。そんなに本読まないんですけど、うん、本読まなくても好きな場所なんですよね。あ、わかりますよ、うんうん、で、まあ、もともと育ったのは北海道なので、はい、北海道の図書館はよく行ってたんですけど、だいたい空いてたんですよ、はい、うん、北海道の図書館、はい、で東京に引っ越してきて、で、四ツ谷の図書館とか、はいはい、行ってみたんですね、はい、そしたらすっごい混んでたんですよ。うーん、そうかもしれないですね。こんなに人気スポットかと思って、あ、
なんか図書館っていうのはもう少しこうあまりみんな行かないところっていうイメージだったんですけど、東京の図書館こんなに人気あんだなと思って。あ、東京の図書館が、みんなそうかどうかは分かんないですけど、場所によるんですかね。場所によりますかね。なるほど。あ、でも確かにその私が行ったところは、はい、雑誌とか、うんうん、あの新聞なりその週刊誌なり、なんかかなりなんて言うんでしょう、いっぱい種類いっぱいありました、はい、コンビニ的な要素が、はい、うん、コンビニ並みにあったんですよね、うん、そう、雑誌って私も結構子供の時に、うん、なんかそう図書館に行くと雑誌が読めるよっていうので、うん、かなりこうなんか開かれた部分がありますね。そうなんですね。なるほど、はい、いや私結構雑誌あるっていうイメージがなかったので、うんうん、びっくりしました最初。あー、おーいと思ってですよね。結構普通のファッション誌とかもいっぱいあるし、はい、本当に普通にあって、うん、なんか美容室よりも品揃えもあるし、そうですねすごいですよね。そうそう、いやいいですよね。で、設備がこう整ってるところだと本当に1日入れますよ ね、いいですね、うん、あと DVD 見れたりとか。あ、そう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 、それもなかったですよね昔は。あ、昔なかったですかね、うん、なんかでもレコード時代ですけど、レコードなんか視聴スペースみたいのとかもありましたね。なるほど、実はかなりいい場所ですよね。そうですね、結構過ごせますよね。過ごせますよね、うん、うんうんうん、はい、そんな感じで図書館が好きっていう方はきっと儲からなくてもその空間が好きっていう方がきっと多いと思うので。多いですね、うん、はい、あと結構イベントごとやってますよね。あ、イベント天国なんですよ。あ、私も仕事を始めて知ったんですけど、はい、はい、普通に利用者で行ってた時は、はい、まるで気にしてなかったんですが、あの仕事を始めたら、はい、もうイベントの準備に追われる毎日でしたね、うんうん、やっぱりなんか私はそんな、はい、あの普通に通ってただけですけど、うん、それでも、うん、イベントに追われてる方が多いなと思ったんですよそれ見えてるんですかいやちょっと良くないですね。なんかこう紙で切ってこうなんかやったりとかするじゃないですか。やったりしてますね、うん、それはものすごい一生懸命作ってる方々を結構よく見てたんです。すいません本当にでちょっといや私の視点がおかしいんだと思うんですよ。いえ私の視点がちょっとあの変わったとこから見たんだと思うんですけど。いやいや、ああそうかと思って、はい、そういうのやっぱ作るんだなって思ってました。そうですね、ありがとうございます協力的な意見ですごいなと思ってました。いやいや、あれ大変ですよね。そうですね、うん、通常業務のプラスアルファというか、うん、まあ、図書館としては大事な業務なんですけど、うんうん、プラスアルファな部分も多いので、はい、そうですよね、はい、こうポップ的な感じのこう、うん、作ってったりとか、ね、作ったりとか、あとやっぱり子どもたちに、うん、あの図書館親しんでもらいたいっていうのがあって、うんうんうん、あの子ども向けの行事とかもすごく多いですよ、うん、そうですよね。でそうするとやっぱりなんかこう殺風景な、ね、うんうん、部屋でやるよりは、うん、飾りをつけて、そう飾りをつけてとなると、うん、なるほど、チョキチョキしてた、チョキチョキしてましたね。そうですね、なるほど、面白いですね。一番なんかこう子供のための行事で印象に残っている行事ってありますか？本当にもう日常業務になってしまってるんですけど、うん、あのお話し会だとか、あとわらべ歌で赤ちゃんと遊ぶ会とかっていうのを本当に毎週毎月とかやってるんですけど。あ、そうなんですね。お話会はあの読み聞かせみたいな、読み聞かせと、うん、あとちょっとね子供たち読んでるだけだと飽きちゃうんで、うんうん、途中にあの手遊び入れたりとか、折り紙ちょっとみんなで折ってみるって、うん、なるほど、折ってみたりとか。わらべ歌、わらべ歌で赤ちゃんと遊ぶ。そうですね、赤ちゃんとわらべ歌歌うんですか？
そう、あの親子で本当に今0歳児1歳児の子たち、うん、まあ親子で来てもらって、うんうんうん、でその親子でスキンシップを取りながら、はい、でちょこちょこ絵本とかを挟みつつ、うん、あまあなんだろう、まずは言葉に親しんでもらうっていう感じで歌いながらお母さんお父さんと遊びながら、うん、でちょっと絵本見るのも初めてなんで、うん、絵本ってなんだろう、あなんかこうページをめくるとなんか面白い世界が広がってるっていうのを、うん、こうじわじわと伝えるために、じわじわとじわじわと土台を、そうですねなるほど、面白いですね、はい、そうですね、はい、大人のイベントもあるんですか。大人のイベントはもうあのちょっとお堅い講演会だったり、そうですね、あとはあの朗読会だとか、うんうんうん、はい、あのボランティアの方が、うん、ちょっと本の朗読をして、うんうん、それをみんなで聞いたりとかっていう、なるほど、はい、はい、ことをやってますね。はい、ありがとうございます、はい、儲かる儲からないに関わらず、うん、本が好き図書館が好きな人にはおすすめ、そうです ね、 ね、はいはい、ぜひイベントにも、はい、はい、参加してもらえると、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、この仕事を選んでいなければ他に何をしていましたか。そうですね、いろいろ結構まあ興味はあるんですけど、うん、カフェとか、うん、カフェ店員とか似合います。今ちょっとやりたいやりたいとか言ってなんか勝手な意見では似合います。ありがとうございます、はい、なるほど、はい、あでもカフェ店員も接客ですしね。そうですね、はい、イベントもできますしね。あ、そうそうそう、はいはいはい、うん、なるほど、自由度が高そうです。そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。なるほどなるほどなっていう感じです。あ、しっくりきました。あ、本当ですかはい、今週は図書館出所の竹野谷智美さんにお話を伺いいたしました。いやー、いろいろ面白いですよね。身近な、施設、身近な場所にいる方がどんな風にプロフェッショナルのお仕事をしているのか、とても興味深かったななんて思います。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。森の音楽隊のホームページ森の音楽隊 .com にフォームがございますので、そちらにメッセージをぜひ送ってください。あ、来週は、竹野谷智美さんの後編をお届けいたしますので、ぜひお楽しみにしていてください。この番組は国立 FM 北海道の室蘭市を中心とした FM ビュー、そして Y ラジオでも聞くことができます。過去のアーカイブ放送は国立 FM の YouTube チャンネルにていつでも聞くことができますので、ぜひ過去にどんな放送をしていたのか気になった方がいましたら聞いてみてください。では次回もまた人間のさまざまなお仕事について追求していきたいと思います。お相手は森の音楽隊のボーカル相川ゆりでした。
さな壺を